6選手が登場しました。明日のファイナル進出を目指す準優勝戦3つのカードが始まりました。まずは1つ目第10レースです。出走メンバーは1号艇野沢大地、2号艇木下陽介、3号艇中田源太、4号艇鶴本隆文、5号艇西賀祐樹、6号艇大町利勝、以上の対戦です。並びは枠なり、そして風はホーム、追い風のコンディション、風速は5メートル前後となっています。イン1コースは人気の中心です。1号艇野沢大地、ここ平和島3連続優出へ向ける一戦。2コースは2号艇の木下陽介、昨日4日目は連勝のゴールで予選突破を果たしました。ここは 1,2 コース地元ワンツーなるでしょうか。センター3コースには3号艇中田源太、前半は角からまくってシリーズの初勝利を挙げてきました。引いて角1、4コースは4号艇の鶴本隆文、鶴本は近況2場所連続優出を目指す一戦。5コースは5号艇の西賀祐樹、サイアウト6コース6号艇大町利勝、ダッシュの3人は大阪勢です。準優勝戦第10レース、スタートまでは10秒を切りました。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。センター3コースは3号艇中田、インからは1号艇野沢も好スタートを切りました。1周目1マークへ向かっていきます。まずはインコース1号艇野沢が1マークを先制。2コースから差し構えは2号艇の木下、外は3号艇中田、内から4号艇の鶴本を追っていきますが、バックの中間地点、ここは1号艇野沢が逃げる体勢。向こう上面中間点では2点進リード、2番手は2号艇木下優勢ですが、両サイドから3番中田、内から4番鶴本接近。1周2マークの攻防戦、1号艇の野沢が先頭、2番手は4番の鶴本が先に回りますが、刺していく2番の木下が2番手、1番2番の体型で直線コース、3番手は内3号艇の中田、外は4号艇鶴本、この両選手が並んで3番手は競り合いと変わっていきます。レースは2周目の第1ターンマーク、先頭リードは1号艇の沢、2番手は2号艇の木下と旋回、3番手3号艇中田先に待って、差し返す4番の鶴本でバックスリッチへ入りました。3番手の競り合いですが、刺した4番の鶴本が現在は差し切って一定進前ですが、3号艇の中田も懸命に追っていきます。4番3番3番4番まだ接近した攻防で2マークを迎えていきます。この間に先頭は1号艇野沢が独走、2番手は2号艇の木下と追走、3番手は4番の鶴本先に回って、ここで定間隔が空きました。3号艇の中田4番手、3、4番手の定間は現在は3、4停止となっています。上位体制1番、2番、4番となって最終周回、後ろ3停止され3号艇中田4番手、後方は差が開いて5番の西賀、6番の大町の順となっています。最後のバックスレッジへ確定が立ち上がりました。先頭は1号艇の野沢大地、2番手は2号艇の木下陽介、3番手は4号艇の鶴本隆文、上位は1、2、4と差が開いてがっちり固まりました。ラストコーナー旋回を迎えます。1号艇の野沢が先頭、2番手は2号艇木下と、この第10レースは地元ワンツー体制、3番手は4号艇の鶴本で第10レース準優勝戦はゴールを迎えます。先頭1番の野沢1着ゴールイン、2着は2番木下、3着は4番の鶴本、後ろは3番中田、5番西賀、最後方6番大町、ゴールインです。